フレデリクス・ボー城地図台、ホール・フレデリクス・ボー城は、デンマークのヒレレズにある城。クリスチャン4世の居城として建築され、現在は、国立歴史博物館となっている。フレデリクス・ボー城とも。元の城は、フレデリク2世により建設されており、現在の城は、スカンディナビアで最も大きなルネサンス様式の宮殿となっている。宮殿は、 パラスコに浮かぶ三つの小島の上に位置しており、バロック様式の大きな庭園に隣接している。ラザラスバラッタによるフレデリスク傍城城の最もとも、古い部分は1560年のもので、フレゼリク二世により建築された。フレデリクス傍城の名は、ここに由来する。しかし現在の宮殿の大部分は、1602年から1620年にかけて、クリスチャン四世が、 オランダ人建築家、ハンス・ファン・シュテーヴィンケルと、ロレンツ・ファン・シュテーヴィンケルに命じて作らせたものである。このオランダ様式が気に入った、クリスチャン4世は、コペンハーゲンうちに建築した、新しい建物にも、この様式を取り入れた。1648年にクリスチャン4世が死去すると、宮殿は主に公式行事に使用されるようになり、特に絶対王政下。 宮殿の教会で、性別式や体感式が行われていた。ここで体感した、デンマークの王と王妃は、以下の通りである。1693年より、デンマーク最高勲章とダネブロー騎士称号授与の際、騎士の教会として使用される。宮殿はまた、国王一家が集めた芸術コレクションの保管庫としても、使用され、結果的に、 国家的記念館として尊重されるようになった。1720年、フレデリクス・ボー条約がここで締結されている。1850年代には、宮殿は再び、フレデリク7世の居城として使用されるようになった。1859年12月16日から17日に、かけての夜、王が宮殿に滞在中に火事が発生。 宮殿中心部の内装のほとんどが消失した。再建のための募金が行われ、国王や州も多額の献金を行った。著名な事前家でカールスバーグブルワリーの JC ヤコブセンもまた資金を提供し、現在、フレデリクス坊場内部を占める国立歴史博物館の設立に大きな役割を果たした。 デンマークの画家カール・ハインリー・ヒブロッホによる膨大な名画コレクションが宮殿内に保管されている。宮殿に移民されたこれらの絵の多くはイエス・キリストの生涯を題材としたものである。ヨアキム王子とアレクサンドラ・マンリーが結婚式を挙げたのもこの宮殿内の教会だった。教会は別名、国のチャペルとして知られ、今日では地元の教会として用いられており、 国立歴史博物館の一部ともなっている。デンマーク王室勲章の紋章、デンマーク最高勲章とダネブロー騎士勲章が、教会の壁に掲げられている。国立歴史博物館には、肖像画と歴史画の重要なコレクションが収められている。アレクサンドラ・クリスティーナの社会、フレゼリクス・ボ城博は、ヨアキム王子との結婚式が、 フレデリクス・ボー城内の教会で執り行われたことを示している。この爵位は、アレクサンドラとヨアキムが正式に離婚した8日後、2005年の4月16日に、彼女に授けられた。コトリップ海外版北欧秋文社、2015年、51ページ。ISBN 978から4から398154606。39 爵位のチャペルとも訳され、高い天井と豪華な内装が有名で今も結婚式として使われ、弱気ムモをここで挙式した。ありがとうございます。